全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。3番セレスティアル、花を奪いに行きます。13番シンが先頭に入れ替わります。その後は6番ネプーザ、12番ミレニアムマシリカ、好位をキープ。そのうち5番スターレットキング、各馬1コーナーを目指します。少し差が開いて8番トーマンエーマス、そのうち4番ニンニクヒットミー、外を押さえて16番ソウキンマーベラス、14番エレガントグリーン、真ん中あたりにつけています。少し差が開いて17番シャイニーロマン、1番ミルスペンサー、2コーナーを抜けて向こう正面、外を押さえて9番コントラレイル、内側7番トーオーストリーム、18番キズツメジナ、その外15番シックーソルジャー。 1000m の通過タイムは59秒5、内から11番シガフミオ、内押さえて10番キラノセンター、最後方は2番フランシーナ。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭はシンナ、続いて6番レッグーザ、5番スカーレットキング、好位をキープ。その外12番ミレニアムマシリカ、各馬大欅の向こうを通過。少し差が開いて4番ニンニクヒットミー、これを見るように外側8番トーマンエーマス、1番人気シンが現在先頭。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。歓声が大きくなって直線の攻防、このまま2頭の一騎打ちとなるのか。残り400を切ってシンが、その後からレッグーザ、4頭の激しい先頭争い、ミレニアムバシリカかわして先頭、あと200、レッグーザ頑張っている、トーマンエーマス徐々に接近してくる、トーマンエーマス伸び足はどうか、レッグーザ押し切ってゴール。勝ったのはレッグーザ、鞍上は古川奈穂騎手。レッグーザブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着トーマンエーマス、その後3着セレスティアル、